どうも、檻の晩酌をご視聴いただきましてありがとうございます。タモンズ阿部でございます。っていう感じですけどもね。いやーねー、昨日ね勝ちましてね、これでまた勢い乗ってってくれるんかなと思ったら、まあ翌日にこれですよね。本当にもうね、まあね、なんていうかもう最悪の、もう最悪の1週間でございましたわね、これは。ね、5位の日ハムとのね、まあ再開決戦でございましたけどもね、まあ、1勝4敗ということでね、まあ5位日ハムに 2.5 ゲーム差をつけてがっちり再開をキープという感じですけども、まあで明日も試合ないでしょ、これ2日空くでしょ。もうどんな気持ちでね、私はもうね、この2日間を過ごしたらいいのかというね、まあ気分転換にどっか行こうにもね、もうステイホームですからね、もうお酒の力に頼るしかないですね、もうこれはね。酒飲んで寝る、もうそれしかないですよね。というわけでね、8月1日土曜日3対1負けました。また田島を援護できませんでした、ごめんなさいってことでね、申し訳ない、もう田島くん、ふてくせられない、ふてくされないでね、本当に辛いとは思いますけどもね。今年はもうずっとねクオリティスタートしてくれててね、もう本当なら3勝4勝ぐらいはねつけれてるはずなんですよ。田島くんごめんねっていう感じです。本当に申し訳ない、本当打たないのね、うちがね、もう、そんなすごかったかね、バーヘーゲンが、バーヘーゲンにしてやられましたけどもね、そんなに打てへんかっていう感じでしたけどもね、まあチャンスというチャンスはまあなかったですわね。まあ吉田のタイムリーとね、タイムリーじゃない、二塁打とかのね、まああと T がまあファーストゴロに終わったやつとかもね、まああれがチャンスといえばチャンスやったかなっていう感じですわね、今思えば。まあね、田島はね今日は6回に失点でね、まあ、粘ってました。6回に失点するまではね、ずっと0点で抑えてくれて、ついに6回にしびれを切らしましたよという感じでしたけどもね。いやかわいそう田島、本当にもうね。まあでもね、今日はあれですね、福田は今日もタイムリー出てましたわね。よう見るやつね、去年もよう見たね、あの福田のね、あのちょっと詰まりながらね、あのバット短く持って、あのちょっと詰まり気味にね、あの二遊間の後ろぐらいにポトリと落とすね、いやーザ・福田みたいなねタイムリーヒットでしたけども、いやーやっぱ頼りになりますわね福田はね。まあね、それぐらいじゃないですか。あと、まあ、吉田亮のね、ナイスピッチングですよ、連日のね。いや、吉田亮、ね、もう、いい感じですね。これで、まあ、ね、これで、リリーフ陣がちょっと、まあ、厚みを増してきましたけどもね。まあ、私が気がかりだったのは、やっぱ、今日はここですかね。ね、8回ですか。もう1点もやれへんよ、これ9回に逆転するためにはもう1点もやれませんよっていうあの状況でね、斉藤光輝まで出てきてね、よし、まあ斉藤光輝 ねいいですよということでね、しっかりね、近藤を抑えてくれて、さあね、中田翔もねお願いしますよっていうところでね、あれ交代で下ろすの斉藤光輝を、と思いましてね。まあそうかそうかと。まあこの後日ハム打線が右ばっかり続くからね。
まあ右にスイッチなのか、そうか、まあそうなるかなって思ってたら出てきたのが吉田勝馬だ、ま、勝馬でしょ。あれっていうことでね、吉田でいいのっていう感じでしたよね、本当にね。いやまあヒギンスとかならわかりますよ、あそこでね、吉田和正なのっていうね。まあそしたらね、案の定嫌な予感がしてましたからね、ちょっとどうかなと思ったら中田翔さんに一発ぶち込まれましたわね、本当に。いやなんか西村さんの中でのその吉田和正の評価が何ですか、ちょっと我々と違うんでしょうかね。あそこは吉田和正ちょっと怖いよっていう感じやったけどね、もうちょっと理解不能でしたけどもね、私はね。ちょっとよくわかりません、私はもうあそこに関しましては。まあ結果論になってしまいますからね、あそこまあ右4人続くっていうことで右にしたかったんやろうけどもね。いやそれにしても斉藤光輝でよかったじゃない、そのまま。いや今の斉藤光輝ならもう全然抑えてくれるでしょ。なんで無理に右にスイッチしに行ったのかなっていう感じですよ、ほんとね。西村さんよ、誰が決めてんのかね、この系統は。平井コーチなのかね、ちょっとわからないですけどもね。高山さんなのかなんかわからないですけどもね、ちょっと何なんですかね、ちょっと不可解な系統多いですわね。もうね、もうどうしましょうかね、明日明後日とね、もうそうです、もうどないしようか、もうとりあえずバックトゥーザフューチャー1,2,3でも見ようかな、もうほんまにね、ああもんない本当にね。ああというわけでね、最悪の1週間でしたよ、今日、今年は、今週はね、もう、ね、また来週ね、会いましょうということで、折の晩酌でした。さよなら、チャンネル登録お願いします。